はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。追撃戦ですね。2回目になるのかな、まあ、とりあえずドギに話しかけて、漂流村の強化を先にやりましょうか。防衛策、デコイ、バリケード、投石機、スタンドラか、これは投石機作ろうかな。グアラニーガの、なんだこれ、爪みたいなのが必要だけど、まあいいや、作っちゃおう。で、スタンドラは、あー、スタンドラもグアラニーガの爪が必要なんだね。あとじゃあバリケード、まあこれは簡単に設置できんな。レベルは上げられないのか。ジャモン柄みたいなのが必要だし、設置数は増やせますね。ちょっと待ってな。よし、完成だ。やっぱり鉄鉱石が必要になってるし、しかもこっから先はテクタイト鋼とかマヒバリケードに改良するとか、すげえな。デコイも作りますか。レベル上げられないから設置数を増やすと赤肉。ちょっと待ってな。お肉で釣ってるのか。まだいけますね。白肉。ちょっと待ってな。よし、完成だ。で、こっから先は原始肉とか毒デコイ。おお、防衛策、これはレベルを上げるだけか。よし、完成だ。うわ、鉄鉱石がちょっと待ってな、やはり重要なんだな。うわ、3つ使うし、ちょっと待ってな。さあ、できたぜ。また今度テクタイとこうか。もういいのか。まあ、とりあえずこんなもんでしょう。じゃあ追撃戦に行きましょう。青き海からの使者、ウェーブ4、 OK。 よし、始めよう。任せろ。おお、増えてる。てかさ、むしろ邪魔なんだけど、海からの使者って海から来るのか。おいでなすったか。え、おいでなすった。あ、こっちにいる。うわー、これ硬そう。いやー、硬いわ。ナイス。あっちにもいるね。これでしのいでください。あー、鳥か。鳥は落車だけど、まあこのままご利用しますか。あ、減ってる。あ、こっちからも来てんな。うまくキャラクターを使い分けた方がいいのかな。あ、また来てるね。これさ、もう突っ込んでくるの無理じゃね。防ぎようがないんだけど。うわ、こっちもまだ来てんのか。これむしろ当たって体を張って守ると。あ、やばいやばい、あっちあっちやばい、あっちやばい、あっちやばい、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 必殺技を使ってしまった。普通に、いやー、ぶっ壊れるぞこれ。忙しい、マジで忙しいわこれ。でこいつも倒さないといけないわけでしょ。さらにこっちからも来てるから壊されたな。いや無理でしょう。これもぶっ壊されるぞ。危ない危ない。1個破壊されているデコイが。カーラン強キルゴールえ、アリス何者、君一体何者ですか。ここら辺とか見やすいな、敵がどっから来るか。うん、あっちから来てる。かっけえ、あっちもいるしな。いや、普通にこれ、サカドを動かした方がいいか。なかなか厳しい戦いだね。何やろうが。ん、あとどっちだ、こっちか。このデコイがやられる。おお、ドギが来たか。奇襲、こっちか。これ1回でめちゃくちゃ減るな。大丈夫か。あとはここか。
いや、ちょっといろんなところにいて。うわでかい。こっちで坂でも大丈夫マジで。おら、で、柵が一気に壊れたな。もう、かっけえわ。よし、ブレイクした。よーし。おグラワニーガの爪手に入れた。やったね。だいぶ破壊されたな、ただ。おお、ここでドギト。まあ、そりゃそうでしょう。なんでアリスに1位取られてない、最初。見事なものね。油断は禁物です。うん、あっちから来てる。助け出しするぜ。投石機って何、役に立ってる。なんかすげえ。こいつらおとりっぽいけど大丈夫か。あれか、投石機。うわ、来た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 。うわー、待て待て待て。ほいほいほい。ほら、よしよしよし。ちょっと待ってちょっと待って。おら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 、ゴリ押すぜ。ん、今敵は出てないかも。あれ、キルゴールカーラン卿に抜かれてるし、いつの間にか。まあ、ざっとこんなもんだ。ほう、お見事です。もう一踏ん張りだ。ファイナルウェーブ。さあ、どっからでも来い。ここはちょっとアブっていう感じじゃなかったな。この硬いやつらばっかりだから。大丈夫ですか。うん、あとどこにいる。あっちか。これは取り入れ。ほら、気をつけねえと。さあ、こちらを受け取ってください。お、なんか、うん、あとこっちか。皆さん、大丈夫ですか。これでしのいでください。なんかいまいち投石機がな、活躍してる感がないな。どうなのこれ。あれ、来たね。うわー、またこいつか。あ、負けた。おらおっ、見たいる。おら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 、壊された。モロに壊されたな。オラ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 、いいね、完全に見ったり。よっしゃ。お、これは風石か、いやドギか、どっちだ。よくわからん。あ、でもこれであれだな、グラワニーガの爪みたいなやつが結構手に入ったな。結局カーラン卿ビリか。これが俺様の実力よ。えらいえらい、やったなみんな。まあ、村のところなんかこう戦闘要員がいないよね。ドギと船長しか。いやでもだいぶ壊されたな。まあ、B か。あれ、こっちは S だぞ。これもわしのおかげである。お、すっげえいっぱい手に入れた。お見事だ。ランク B か。ブルフロドンのネメキ。いや、きついね、追撃戦なかなか。 OK、 どうにかなったか。おー、やった、マンゴーだ。もっといっぱい取ってきてくれよ。あ、ヒュンメルがいる。なるほどね、ちょっと見てみようか。小舟の作成だけか。ラテカ重視ってどこにあるんだっけ。あれ、こいつここにいるな。
まあ、施設を強化するには素材が必要だからね。防具の作成っていつ増えるの？それじゃあね。武器の強化と。何を鍛えるの？ああ、こいつブレードガンか。どうしようかな。で、攻撃力高いね。もともと高いね。ちょっとアドルを優先的に鍛えるか。任せなさい。さあ、できたわ。で、こいつもいけるな。では、始めましょう。さあ、鉄鉱石が完全になくなるな。では、始めましょう。よし。で、こっから次に行けるっていう話だからね、多分。よし、じゃあ、また奥の方へ探索に行きましょう。ここは先に行けないんだよね。これ何？どうやって壊すんだろう。まあ、まずはこっちですね。この先にイベントポイントがあるんで。これで一旦外に出るのかな。全然出ねえし。なんだよ、こんな暗い中で戦いたくないよ。うわー、ロンブリウス、地中から迫る盲目の悪意。光があるからね、明かりをつけつつ戦えってことか。あれいけないんですけど。あれ届かないんですけど、どういうこと。微妙にいけなくね。何これ。マジでわからん。てか何匹もいるし。あれでも一人で攻めないといけない。もしや結構たくさん撃つとか。これはソニックスライド極めたって。どうしたか。あ、撃ってね。あれ、また新しいやつが出てきたんですよ。いって、てか毒になってるな普通に。毒消しそう、毒消しそう。どうこれ。おらおら、なんかあんまりこういていていてって戦ってる感はないな。フラッシュムーブが出たといえば出たけど、これでいいの戦い方的に。何匹いるのこれ。本体がいるとか。おいて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 、ちょっと戻ってきた、戻ってきた。ああでも下にあれか、全体的な資金とか乗っかってんのか。ってことはひたすらこいつを倒していけばいいかな。それよりさ、あの明かりなんとかできないのって。あ、でかいでかいぞこいつは。回復させよう。ここでヒールポーション使って、で毒消し灯を使って、なるほど。いてかわせかわせ。これはちょっと回復しながら行こう。おらおらおら、ちょっと出てきたときにあれだな。人と人、これさ全部当たるかな。結局止まってるよねこれ。おら、強烈な銃ってわけでもね。ここはちょっと回避しつつ、おらおらおら、あともうちょい。本当はねフラッシュガードだからね、狙えればいいんだけど。
キュッと。ここは畳みかけろ。あともうちょいよーし。そうか、ヒュンメルもレベルアップするのか。あ、宝箱。なんで宝箱が出てきたの。夜光石。セットしているだけで周囲を明るく照らし出す。暗い場所での探索に必須の冒険具。いいね。え、これで終わり。装備でいいのかな。違う、冒険具ってどうやって装備するんだっけ。あれ冒険具。え、もしこれと変えるとか。いや違うよね。え、アイテム、冒険具、こうか。これなら探索もはかどりそうです。ん、これはこれで終わり。あ、こっちに行けるか。いや明るいね、いいね。あー、でここから外に出れるか。これで最初の方の暗かったところも一応探せそうだけれども。え、これは、お、なんかまたさ、タイランウェザーなんか絶対強いでしょ、ほら。これ落車でしょ。頼むぞ、落車。落車はちょっとね、ブレイクしてくれないと困るから、もう自分で行こう。こういうのは。よーし。ブレイクさえさせればね、こっちのもんでしょう。あれ、どっちだこれ。うん、なんかちょっとどっちもいけるな。じゃあまずはこっちの方から行ってみますか。結構ね、分岐ポイントがあって。あれ、ここ宝箱。忍者の妙薬。先に進んでんだか。何か分からんな。あっちはあっちで気になるな。よし、鉄鉱石をゲット。ん、どうやっていくんだ。あ、これはこれで終わり。なんか一生懸命戦ってるけど、でこれいけないよね。あ、こっちは宝箱があって終わりか。うん、そうだね。じゃあ向こう側から攻めましょう。またあいつ復活してるし。てか落車とかさ、全然技がセッティングされてないかな。ブレイクした。いや、ブレイクすればこっちのもんだな、本当に。ここは鳥系のモンスターが多そうだな。ここを行くのですか。え、マジで。なんて不安定な足場なのでしょう。よく落ちねえな。進むしかないのか。さっさと渡ったら。いや、もうさっさと渡ったよ。庭ですとも分かっています。ああ、なるほどなるほど。どっちだマジで。マクシャもちょっと技接近しないとね。ここは狭いね。こんなところで戦うのか。あれ、なんか来てる。いや、頑張ってるけどさ。え、ドア型のでっけえやつだな。宝
宝箱が見える。宝箱が、お、これは豪華な赤き指南書の、あ、これはこれで終わりか。赤き指南書の誰が置いたんだマジで。うお、経験値プラス1万、アドルに使おう。レベルが上がった。100とかさ、しょぼくないか。赤き指南書のスキル、サハドがスキルを取得する。あ、すごいね。もう一個あったな、なんか。あ、オムレツ、これ見よう。キノコオムレツが作れるようになった。一応じゃあ他のやつもつけますか。イーグルランサー、まあ、適当に、ブリッジチャージとで、サハードも何手に入れたんだっけ、わかんねえ。大英国とかすげえな、25も使うんだ。アドルのレベルアップしたで、こっちもいけるね。ただちょっとこっちの方も回ってないからな。いやー、どっちに行くか、こういうのめちゃくちゃ悩むんだよね。ちょっと先にこっちへ行こう。なるべくね、やっぱり宝箱とかは見逃したくないから。これでさっきの洞窟の中に入るんじゃないか。お、いいねいいねいいね。うわ、これ怖いな。実際に歩くと怖いよね。あれ？鉄鉱石さん、あ、これショートカットが作れる。そういうことか。やはりこっちに来てよかったな。じゃあ奥へ行きましょう。マップを移動するとモンスターって基本的に全部復活するのか。めっちゃ突進してんな。ゴリ押しだな、ゴリ押し。さてここもまた左右に分かれてるけど、まずこのクワガタを振っ倒そう。上になんかある、いけないか。ちょっと待ってね。もうこういうところほんと優柔不断でね、申し訳ないけど。おらおらおら、あ、ちょっと後を押して、よしよしよし。来るのみとかはね、何気に役立つからね、ヒットポイント回復だから。今のところいい感じで回収できてるな。これ今の技なんかどんなんだ。これ技の性質がそもそもねよくわからんけど、え、これ何、暗闇虫や。目薬はそこそこあるからいいでしょう。また出たよー、ほら。もうレベル23か。よく落ちないよなこれ。すげえいっぱいいるな、ここ。左に宝箱がある。ほら、あれは一撃が強いのかな、感じ的に。よし、ここを殲滅したからちょっと宝箱の方へ行きましょう。万人がいるな。ほら、ほら、よし。あれ、ブレイクしたけど。狩人の帽子、ちょっと見てみますか。帽子だからあれかな、こういうやつかな。必殺率が 10% 上昇する。クリティカルが上がるってことかな。
じゃあこいつに装備させるか。てか一回技のあれを見よう。これは？これはこのまま突進して、これは？ああ下にやるのね。でこれは？で一撃が強そうなやつか。なるほど。そしてやっぱこれが一番使いやすいわな。見た目は弱そうだけど。また洞窟の中か。一体俺はどこへ向かってんだ。ホタルの一種、かなり珍しい種類だと思いますが。なんかみんなさ有名家に行ってるけどさ、獣さえいなけりゃ綺麗な場所なんだがな。いや本当にこっちでいいのかそもそも。あ、すげえすげえすげえ。ずつ確実に行こう。宝庫。うわあ。盲目になった。間違えた、こちら。あれ、アドルも盲目になってるけどさ。お、ブレードリング2だって、いいね。だいぶ明るくなったな。骸骨か。こんなところで朽ち果てたのか。海賊の目も勘。キャプテンを殺して船を奪う算段だったが、ゾウイの野郎がやられた。畜生、なんだあの化け物は。俺はまだ死にたくねえ。ってことは化け物がいるってこと、この奥に。じゃあちょっとこの奥に行く前にもう少しだけこの中を調べたいんで。よし、鉄鉱石は重要で、こっから入ってきて、とりあえずこっちはなしかな。これを崩して鉄鉱石を手に入れて、でね、こっからね、外にそう出れそうなんだよね。お、この出た先に宝箱。巻き取り役。あれ？これもしやさ、戻されただけ？宝箱を取って戻されただけだな。あれ？そうだよね。違う？あれ違うか。ちょっと、ああでも全然違う場所だ。ここになんかある。綺麗な花。あ、違う違う違う、そうか、こっちへ行けるのか。でまた再び洞窟の中に行けると。なんか普通にさ進んできちゃってるけどさ、あれ？もしやまたセーブポイントのところに来た。成長したようです。あ、なるほど、これでここに出てくるってことか。一応探索的にはこんな感じか。じゃあちょっとこの先に何かいそうではありますけれども、今回はこれで終了して、まあ、次回先へ進んでいこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。